れる。ファウルなし。なんならもうこの1分1秒この瞬間みんな集中してその全力の積み重ねが最終的に結果ついてくるから結果に恐れるんだよ。で今までの悔いとかないから今この瞬間持ってるもん全部出そう。もうそれだけそれだけ。そしたら絶対結果ついてくるから信じよう信じようみんなで。今週いい練習できたと思うし、まあ立ち上がりからまあスタートからみんな持ってる力 120% 出して、まあ今日来れなかったメンバーもファンサポーターも家族もここにいるみんなも絶対めちゃくちゃ勝ちたいと思ってると思うから、最後の笛が鳴るまで勝てると信じて勝つために頑張ってハードワークしてタフに賢く戦って絶対勝ちましょう。行くぞ、走ろう！おはよ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 う！オッケー！行こう！ここも長崎がボールを奪う。サイドを変えて宮城手！前半終了のホイッスルです。引くなよ絶対、清水みたいになんないぞ、清水みたいになんないぞ、引くなよ。今のところ後半良かった時ないよね、まだね。ただ前半でやったようなやろう、オッケー。このチャンスがあるからね、今。さっきみたいな集中力を保っていこう。前半めちゃくちゃ良かったけど、残念ながらもうそれは過去のことだからね。こっから未来つけるのは今の自分たちだよ。出そう、出そうだよ。今持ってるもの全部出そう。いや、すごく良かったよ。入り方ね、入り方。入り方ね、入り方、5分、5分、5分、マジで。しっかり出し切って、ベンチは今、目がすごくやりたいって気持ちで戦おうとしてるから、しっかり出てる選手は出し切って、あることは恥ずかしいことじゃないから、出し切って次の選手に思いをつなげよう、ピッチで。先に追加点入れて、絶対勝ちましょう。いくぞ、僕らが準備をしています。
2対0、リードしているのは長崎です。さあ、この後大崎が走る、増山が寄せていく。いや、増山の運動量も落ちません。Vamos, vamos, vamos. Vamos, ahí, 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 ahí. Vamos. Sha, 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 sha. Go. Ah, hey, Mister. Hey, 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 hey. Vamos a morar, pero Rice, vamos. キャプテンなんで。Amanhã para terça-feira a gente já começar. A pensar no nosso próximo adversário, tá bom? Mais uma vez, meus parabéns. まあ正直なこと言うとまだ楽観できるところではないと思うんで、まあ今日勝ったのは今日と明日ぐらいで収めといて、次2連勝がやっぱ強いチーム、ここから上がっていくチーム大切だと思うんで、まあ次。もう気合い入れて頑張っていきましょう。お疲れ様でした。多分チーム全体としては、まあ、もう次勝たなきゃもう後がないっていう感じでしたけど、僕としてはなんだろう、まあ、今言ったら後出しみたいになっちゃいますけど、あんま負ける感じがしなかったですし、まあ、1点入ればなんとかなるんじゃないかな、勝てるんじゃないかなって思った中で、まあ、先制点取れたことが良かったですし、それが自分の点だったってことが、まあ、なおさら良かったという意味ではあります。
まあ、自分のことはあんまフォワードだと思ったことないですけど、まあ、やっぱより前線の選手としては、まあ、アシストとゴールどちらかの結果を出さないとなとは思ってますね。なんか得点の起点になるパスとかではなく、まあ、そこは自分の仕事じゃなくボランチとかそっち側の仕事だと思ってるんで、自分はまあゴール前に入ったり得点アシストそのどちらかに絡めるプレーはしていかないと、まあ、存在価値がないというか、まあ、自分が出てる意味ないですし、そうですね、まあ、自分が考えていることは人と同じことをしないこと、まあ、ちっちゃい頃からそうやって育ってきましたし、自分の中では明確にあったものなので、まあ、そういった意識で自分はプロになれたと思ってますし、やっぱ人と同じプレーしてたらやっぱ結局同列に比べた時に、なんだろう、やっぱ年が上とか、あと身体能力が上とかそういう人に負けちゃうと思うんで、まあ、そういうのは嫌なんで、だったらやっぱ自分なりの個性を出してって自分唯一の個性を出してた方が多分監督も使いやすいだろうし、まあ、目立ちやすいし、他の選手と違うところを出さないとやっぱ他の選手と差をつけれない、いっぱいサッカー選手なんで、まあ、それは常に考えてやってますし模索してやってます。前も清水戦いいサッカーして次節栃木戦で、まあ、不甲斐ない試合をしてしまいましたし、それの教訓を生かさないといけないですし、で、まあ、熊本戦勝てた要因としてはやっぱ自分たちが守備から入れたことですし、そのリスクをかけずに効率的な攻撃ができたので、次の山形戦も難しい戦いになると思うので、そこはしっかり共有していきたいなと思います。